ゴ田天皇神官御朱印結号。ゴウ田天皇神官御朱印結号は、ゴ田天皇が、元皇元年に、大覚寺が再興された、経緯、大覚寺と、新言密教が長く交流をすることを願って定めた、階二21箇条を記した書。略称は、御朱印結号。その他、ゴ田法王五結号、五結号とも称される。一巻、全文六千五百文字余り。 新刊様の諸作品、ゴ田天皇神筆の総本が、現在も大覚寺に所蔵されている。昭和26年6月9日、国宝指定。大覚寺根流の縁起、大覚寺五字のための起手と、密教交流の願いを、長く、後世に伝えるべく執筆された遺言。執筆時期は、現行2年5月以降から放御する現行4年7月までの間。 ゴウダ天皇が傾倒した空海の五意君に習って二十五箇条まで作る予定だったようだが、実物は二十一箇条で終わっている。また、年季を記すべき箇所を空白にし、ところどころに遂行の跡が見られることから、もともとは聖書を予定していた倉庫として作られたと考えられる。原本では、ゴウダ天皇自身が真言の部分七箇条目まで八箇所に御朱印を押している。 大正5年5月24日、関東第戦四4 2号の文部省国時代84号により、資本牧書御朱印御友号伝、御宇田天皇神官の指定名称で、当時の国宝、後の重要文化財に指定された。所有者は、大覚寺。昭和26年6月9日付で、昭和27年1月12日の関東第7502号の文化財。 保護委員会告示第2号により、郷田天皇新官御朱印優位号の指定名称で、国宝に指定された。官方告示の所有者表記は、大閣寺、住所表記は、京都府京都州京草が大蔵町。1条、郷田天皇が、自身の経歴を述べ、密教交流を願う気持ち2条、密教における、祈祷の意義3条、国家と仏法の交配に関して4条。 教場住院の根流について9条、僧侶教養の規則11条、同時の教育について12条、禁ずべき行為、事柄14条、ご追復に関すること15条、ご両について21条、全助に対して保温する気持ち。ありがとうございます。